妖怪の者が増えるなって、施設にもなかなか入れないぞ、そうだ早めにデイサービスに行こう、要は総合事業と言われる、少しちょっと不安だなって思ってる人たちが来れるデイサービス、それがまさにこの癒しの時間。よく言います、ああそれ知っとる知っとる知っとる、ああそれできるできる、あなたやってますか、今皆さんたちは知りました、要介護になると大変だよって、今知ったんです、この壁越えたんです。要は無知の状態から知ったっていう状態で、私がこの5つの壁で一番大事なのがこの行動っていう、やってみる、とにかくいろいろやってみる。アストンマーチンから返事なんか来ると思ってないですよ、吉野家が動いてくれると思ってないですよ。散々言ってましたけど、杉薬局さんがイオンさんが振り向いてくれると思ってないけど、行動だけは起こしといて、つい先だっては宝トミーさんに企画書を送ったんです、人生ゲーム、これじいちゃんばあちゃんたちでいいよって言って、うちののっぽさんのデイサービスの人生ゲームを作って、それを1個の企画書にして宝トミーさんに投げた。うちのお金は1万円2万円じゃなくて1万のっぽ5000のっぽ、駒を自分たちで動かすし、サイコロを転がすし、すごく考えるし、いろんな形で人生ゲームいいよけど、ちゃんと宝トミーさん返事くれたんです。ワコールさん、ワコールさんにも3年4年前連絡をずっと取り続けて企画書書いてました。何の企画書か、本気でおむつ作りませんか、世界のワコールがおむつ使ったらむちゃくちゃいいことないですかって、おむつメーカーが薄く作るね、下着メーカーが薄く作る、できたものは違うかも、同じようなもんかもしれんけど、全体的にスタート地点が違うと興味を持ちますよねって。なんと2年前ワコールさんから電話かかって京都の本社行ってきました。でその後なんとか前向きに進んでいくっていうような形だったんですけど、ちょっと業績的なことがあってダウンした。で私この間つい先々週大阪でイベントがあって大阪に行った、ワコールさんわざわざ来てくれたんですよ。2年前あのまんまで言葉を終わらせてごめんねって、必ず形にするから、ただそれだけをいい京都から来てくれた。企業も変わるんですよ、変わろうとするんですよ。私の好きな言葉でダーリンって言葉があるんですけど、これどういう言葉かというと、生き残る人は最も強いものではなく最も知的なものでもないよ、変化に最も適応したものだよ。昔はゲームばかりするな、ゲームばかりするな、ゲームばかりするなって怒られてるけど、今 e スポーツって何億円プレイヤーが何人、スケボーに乗ってズボンをずらして、そんなヤンキーみたいなたまり場でうろ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 しとくなって言って、彼らは何億稼いでますか。あれがオリンピックの種目になると誰が思いました。つい最近の話です。それが変わるんです。これからもっともっとスピーディーに変わる。ですから私たちがこれからどうやって勝ち組になるか、どうやってこれから生きていくかって言ったら、変われる人間なんていうか。